文化第一問、A を正の実数とする座標平面上の曲線 C を y イコール ax の3乗マイナス 2x で定める。原点を中心とする半径1の円と C の共有点の個数が6個であるような A の範囲を求めよ。第1問の解説です。曲線 C と円の共有点の X 座標は ① の実数解です。よって ① が異なる6個の実数解を持つ A の範囲を求めることです。 X の2乗を T と置きます。2となります。よって2が T がプラスで異なる3個の実数解を持つ A の範囲を求めることです。 FT のグラフを書き、グラフ FT が T 軸と3点で交わる条件を求めます。 FT は T の3乗の係数がプラスとなる3次関数です。増減表を作ります。グラフから求める条件は FA 分の1がプラス F3A 分の5がマイナスとなることです。不等式を解くと答えは27分の50と2の間となります。第2問、 N を5以上の整数とする1以上 2N 以下の整数から相異なる N 個の整数を選ぶ。ただし1は必ず選ぶこととする。選んだ数の集合を S とし、 S に関する以下の条件を考える。条件1、S は連続する2個の整数からなる集合を1つも含まない。条件2、 S は連続する N-2 個の整数からなる集合を少なくても1つ含む。ただし2以上の整数 K に対して連続する K 個の整数からなる集合とは、ある整数 L を用いて括弧 L、 L プラス 1、 L プラス K マイナス 1 と表される集合を指す。例えば括弧 1,2,3,5,7,8,9,10 は連続する3個の整数からなる集合括弧 1,2,3 括弧 7,8,9 括弧 8,9,10 を含む。括弧1、条件1を満たすような選び方は何通りあるか。括弧2、条件2を満たすような選び方は何通りあるか。括弧1、 N を567として調べてみます。 N が5の時5通りです。 N が6の時6通りです。 N が7の時7通りとなります。連続する2個の整数の集合がないとは、整数が1つ置きか2つ置きに並んでいる時です。
また整数を 2n 個から n 個選び、1を必ず含み並べると n が5の時5通り、6の時6通り、7の時7通り、以下同様にして整数 n の時条件1を満たすのは n 通りです。括弧に1から連続して n-2 個選び、残り2個を n-1 から2n までの間で選ぶときです。2を選ばないで3から連続して n-2 個選び、残り1個を n+1 から2n の間で選ぶときです。同様に3を選ばないで4から連続して n-2 個選び、残り1個を n+2 から2n までの間と2とから選ぶときです。n+2 を選ばないで n+3 から2n の間で n-2 個選び、残り1個を2から n+1 の間で選ぶときです。3から n+3 までは n+1 個あります。よって2から n+2 を選ばないときは n+1 通りです。まとめると答えは2分の n+1 n+2 プラス n+1 計算すると2分の n+1 3n+2 となります。参考です。 n が5の時確認してみましょう。このようになります。